どうも、中野実験室です。今回は今世間を賑わしている横綱の白鵬さんの36回目の優勝に関して動画にしてみようと思います。話題となっているのは、横綱が、優勝のかかった、取り組みで、変化を使って勝ってしまっていいのかということです。まあ、これは以前から議論されていたことで、まあ前に似たようなことがあったときにちょっといろいろと調べたんですが、まあ横綱は横綱相撲を取るべきという、そういうまあルールにはないところで、横綱、相撲ファンが、とまあそんなにファンでもない人がインターネットで、まあ揉めているというような状態が続いています。まあちょっと話を最初に違う話をしますが、私は週刊少年ジャンプを毎週読んでおりまして、今連載中の日の丸相撲という、相撲漫画が大好きです。日の丸相撲を、知らない方のために、軽く内容を紹介いたしますと、主人公は、高校相撲、高校生で、相撲をやっているんですが、小兵力士です。身長が低い力士ですね。でありながら、最終的には、プロの力士になり、さらに横綱を目指すという、その無茶とも思える挑戦をやっています。横綱になるためには、横綱相撲を取る必要があるということなんですが、その日の丸相撲の主人公、潮日の丸は、プロになるにも新弟子検査には受けられないぐらいの低身長なので、高校の相撲の大会で優秀な実績を残して、そのことで角界に入ろうと願っているわけです。そしてその小兵力士ですから、まあ、その他のライバルの選手、巨漢の人間に対してどう挑んでいくかっていう中で、まあ、小兵ならではの技、まあ、それこそ今、白鵬関が、問題とされている変化を使うとか、もしくはその小さいからこそできる勝ち方というのを、突き詰めてもいいわけですが、主人公はそれをしません。なぜならその最終的な夢というのがプロ力士になって横綱になるためです。そして横綱になるには横綱相撲を取らないとダメという、そういうような、気持ちの部分で、主人公は無茶とも言える挑戦を続けているんです。で、ここでまあその実際の相撲の話に戻しますが、横綱というのは、ただ勝っていればなれるというポジションではないようです。私はそのことを知らなかった、今回じゃなくて前回似たことが起きた時に、まあ、そのいろいろな人の意見とか、まあ、ウィキペディアとかいろいろ読んで、そのルールというか仕組みを知ったんですが、まあ、ざっくりというと横綱になるためには、2場所連続で優勝するか、その同等の、強さというのが必要みたいです。まあ、しかしながらその2場所連続で優勝できたら絶対横綱になれるかっていったらそうではなくて、横綱としての品格というものも、吟味されるそうです。それは横綱審議委員会という組織がありまして、まあ、この選手は横綱にふさわしいのかどうかというのを、まあ、審議されて、その上で横綱になるわけです。まあ、実際まあ、猫だましであるとか、変化とか、そのような技だけで、2場所連続で優勝するようなことは、まあ、そもそも果てしなく難しいというのはあるみたいですが、まあ、仮にそうなったとしても、横綱審議委員会が認める横綱相撲を取ってなかったら横綱には、まあ、なれない可能性があるわけですね。そしてまあ、なぜそのようなその勝ち数だけじゃなくて成績だけじゃなくて横綱に求めるものが大きいのかといえば、それはまあもちろんその相撲というのはまあスポーツかどうかっていうのも議論になっているわけですが、まあ
チケット料金をもらってお客さんを呼ぶ興行的な側面も強いですから、横綱同士の対決もしくは横綱が取る相撲というのは、まあ、お客さんが期待するものともしくはその興行として行う上でどのようなことが、求められるかもしくはどういう取り組みを見せたいのかというのも関わっているわけですね。まあ、そのスポーツなんだからルールの中で勝ったらいいだろうという意見が、まあ、インターネットの批判意見の、支配的な部分なんですが、まあ、それはあんまりその他のスポーツと例えることに意味はないような気はするんですが、というのもその相撲というものがその他のスポーツとは違う特殊性のある部分で、まあ、そもそもその体重による階級別とかがされてない部分とかもあると思います。ボクシングとかはその明らかにその体重が大きい、体が大きい方が有利ですから、すごい小柄な選手と大柄な選手がぶつかって一方的な試合にならないような配慮がされているわけですが、相撲はそうではないわけです。まあ、びっくりするほどでかい人と、まあ、その小さいとはいえ力士なので大きいですが、小兵力士と呼ばれる人の対決とかもあるわけで、まあ、だがしかしその大きい方が絶対に勝つかといえばそうじゃなくて、まあ、その横綱が使ったことで批判を浴びている変化であるとか、もしくはその、ぶつかり合い以外の技とかで、小柄な力士が大柄な力士に勝つという大逆転というのもやはり相撲を見ていて楽しい部分ではあります。で、まあ、その今回の白鵬さんの試合最後のこの取り組みは本当に一瞬で終わってしまって、僕もテレビで見ていたんですけど、もう明けなすぎてびっくりしたというのが、まあ、正直な感想です。で、まあ、テレビ中継で見ているのでパッと一瞬で終わってもそのリプレイがあるから、ああどうだったんだっていうのは分かるんですけど、そのお金を払って会場で見に行ってる人はその、まあ、手元にスマートフォンとかあれば別ですけど、基本的にはその一回きりでその場では見れないわけでして、まあ、高い金払って行ってるのにって言ったら変ですけど、やっぱりその勝てばいいとかではなくて楽しませてほしいという気持ちが、まあ、先立つのも仕方ないかなとは思います。まあ、しかし、その、まあ、ヤジを飛ばすとか、そういうのも、まあ、まではちょっと、肯定することはできないんですが、まあ、そんなことを感じてました。まあ、相撲というのは、一瞬で勝負がつくっていうのも、まあ、劇的ではあるんですが、その日のその相撲中継は、白鵬戦以外も、全てじゃないですけど飛ばし飛ばしで見ていたんですが、やはりその長引く試合というのも面白いと思います。まあ、もう2点3点するような内容であるとか、その、明らかにその形勢逆転をするような内容であるとか、ギリギリのところで粘るとかっていうのも面白くて、まあ、横綱同士の対決なんかはそのやはり最強と最強がぶつかり合うわけですから、まあ、瞬殺っていうような言葉もあると思いますが、やっぱりそのガッと組み合って、せめぎ合いなんていうのを見たいんじゃないかと、まあ、もしくはその一瞬で勝負がつくにしてもガーンとぶつかって、まあ電車道なんていう言葉は僕は日の丸相撲という相撲なんかで知ったんですが、ぐぐぐと押し出してしまうというようなものをやっぱり相撲ファンは見たいんじゃないかなと思います。まあ、ちょっと話がいろいろと散らかってきたので、まとめてみますと、まずその横綱が横綱相撲をしないといけないというのは、そもそも横綱になるために、戦績だけじゃなくて品格、相撲のスタイルというのも審議されて横綱になっているわけです。なのでその横綱と対戦する相手は相手が横綱相撲を取ってくるっていうのを思っているわけでして、
まあだからそう思わせてる相手に対して横綱相撲以外を取るっていうのは、まあ、すごい有効ではあるんでしょうが、まあ果たしてそれがその相撲という世界の中でファンが見たいものなのかという部分と、まあ、それでいいのかなっていう部分はあると思います。もちろんその興行的側面からもう相撲ファンっていうのがもう横綱でとか立場関係なしに何やってもいいから勝ってくれっていうような風にそれを肯定していくのであれば、まあ変わっていくかもしれませんが、まあ、少なくとも現在はその批判する人もそれなりに多い。では批判する人の方がまあ支配的であるというのは、まあ現状じゃないかと思います。そうですね。さらにそのまあ例えばじゃあ横綱は変化をしてはいけないというルールを作ればいいんじゃないかという意見もあるんですが、これが結構難しい問題というか、まあ相撲には心技体という心と技と体というようなことも言われますが、心の部分ですね。ルールで禁止されてるから変化を使わないということと、まあ、自分が横綱であるからこそ、その相手の来る技を、まあ、がっつりと受け止めるっていう部分では随分違うわけですね。ルールに従うというのも心だと思いますが、ルールでは禁止されてないけど求められているもの、相撲としてこの表したい世界というものに対してどう考えるかというのも大事だと思います。まあ、それはまさにそのルール内であれば何やってもいい、勝てばそれでいいというようなことも、まあ、ルールとして禁止していくことはできるんでしょうけど、まあおそらくそうじゃないと思いますよね。それはスポーツに限らず人間社会においても全てそうだと思いますが、まあもちろんそれだけじゃ済まないからいろんなルールもあると思うんですけど、それを守らないというか、そのルールで規定できないことが起きれば、ルールを変えればいいというふうに、変わっていってしまうのは、何かその時代の閉塞感といいますか、余裕のなさのようなものも感じます。そうですね。ちょっと政治の話をしてみますと、まあ、最近まあ、不倫が原因で、国会議員を辞めた人とかもいましたが、ルールの中では、不倫などの不祥事を起こせば、議員を辞職しなければいけないというルールは、ないわけですね。まあもしくはその不倫癖があるような人は国会議員になれないなんていうルールもないわけです。しかしその最終的にその辞職に至ったというのは、その一つの国を動かす政治家として求められている品格であるとか、そういう部分にそぐわない、まあ、批判意見が殺到したという部分で、まあ、市は辞職されたんだと思いますが、まあ、あの問題でも、まあ、バレた、不倫というのがバレたから辞職されたわけで、まあ、バレなければ国会議員は、まあ、不倫を続けていいのかっていうような問題もあると思うんですが、では、それを排除するために、そのようなルールを新しく作ればいいかといえば、そうではないと思うんですね。それはもちろん国会議員として求められている、マナーであるとか行動規範というものが本来守られるべきものであって、ルールを作ればいいというものではないようにも思うんです。ちょっと政治の方に話がずれてしまいましたが、横綱が横綱らしい相撲を取るという部分でルールを増やしていけば、それはまあ形としては、まあ相撲ファンが求めているものになるかもしれませんし、まあその白鵬さんが変化を使った批判に対する批判を読んでいくと、まあそういうその不合理なルールがあるなら、まあもうプロレスって言ってしまうとあれなんですけども、その試合内容を
まあ、脚本をつけて、段取りをつけて、まあ、八百長を前提にすればいいんじゃないかっていうような話までありましたが、まあ、もちろんそれも違うわけですね。まあ、だからその、ルールとかだけでは割り切れないような部分が相撲には存在していて、そして横綱というのはそういう立場であると。まあ、何やってもいいから勝ってる人は、まあ、横綱というチャンピオンには、まあ、なれない。何やってもいいからっていう言い方も微妙なんですけど、その横綱というポジションにまで行くには、やはりその運営側の、成績以外の審査というものも大きくあるという部分は知っておいてほしいところです。まあ、だからその小兵力士が果てしなく横綱になりにくいというような、その不合理といいますか、難しさというのも相撲にはあるんですが、それも含めて相撲であると、そういうことですね。あと最後にそのジャンプの日の丸相撲日の丸相撲が好きな私としては、実際にその漫画の作品内で描かれる横綱像っていうのと、実際の横綱像と、もしくは相撲の雰囲気というのが、まあ大きくかけ離れてしまったというのは悲しくもあります。というのも、その今回じゃないですが、日の丸相撲が人気が出た頃に、その白鵬戦の懸賞幕、相撲が始まる前に幕を持って歩かれるのがあると思いますが、まあ、CM のようなものですが、あれに日の丸相撲、周囲者からの、日の丸相撲の懸賞幕が出ていた時期がありました。まあ、だから作品内で主人公が小兵でありながら目指している横綱相撲というのを、実際の横綱がやらなくなってしまうというのは、漫画ファンとしてはちょっと物悲しいものがあります。っていうようなことを、まあ、白鵬戦の後からいろいろなインターネットの反応を見て考えておりました。ちょっと、17分超と予定以上に長い動画になってしまったんですが、まあ、最後まで見ていただいた方はありがとうございます。それではまたお会いしましょう。さようなら。